どうもこんにちは。こんにちは。地域おこし協力隊の山根です。はい、抱負観光コンベンション協会の坂東です。すごいぞ抱負秋の大イベントと、はい、御神交際、まあ、ライブ配信と、はい、まあ、今月じゃない、もう先月になりますね。12月になったん で、 早いですね。その先月もいろいろ忙しくして、うんうん、なんとですよ、 YouTube のチャンネル登録者数、はい、あと90人で1000いきます。おお、ミケタは切ったんですね。あ、ミケタ切りました。そうそう、まあなんていうかあれですね、1000人いくとやっとこの山口県防府市から防府の情報発信、全国に発信していけてるなっていう感じ、少しだけなってくるかなっていうところのラインですね。まあまあ、もし行ったとしてもこれからも頑張っていくんですけど、まあ今日お呼びしたのはですね、500人登録者突破した時にも言いました。やりましたね。やりました。そういえばプレゼント企画やっちゃおうと思います。おお、まあ、ただ1000人いったらなんで、はい、まあ、告知になりますね。あ、まだそうですね、あと90人だから、はいはい、で、まあ、気になるプレゼントですよ。はい、何と思いますか。500人の時何でしたっけ。ハモ、ハモしゃぶですね。ハモしゃぶ、ハモしゃぶセット。でも、まあ、500人の時にハモしゃぶで割と豪華だったのが、はい、まあ、1000人になったんで多分もっと豪華なのかな。と、ものはですね、はい、なんとこの度、うん、正解者は、あ、違うわ、この番組に今回ご用意したのはですね、 AirPods 第3世代。おお、まあちょっとデジタルによったんですけど、 いきなりデジタルみたいな。皆さん欲しいでしょ。お、欲しいという、欲しい、欲しい、欲しい、うん、聞こえます聞こえます聞こえます。いや、絶対欲しいと思うんですよ。持ってますかね。僕持ってないんですよ、まだ。いや、持ってないです。あの、うちの、梅テラスお土産コーナーの番組を一緒にやってる局長、うんうんうん、専務理事もですね、はい、この AirPods 欲しい。あ、じゃあ最先端ですね、もう最先端、もう第3世代ですからね。すごいですね。まあ、これを、まあ、大事なのは何人に当たるかですよ。はい、まあ、1名様でお願いします。すごいハードル高い。1か。まあまあまあ、でも残念ながら今回はちょっと1名様ということで。はい、1000人なので大丈夫ですか。わかりました、わかりました。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあですよ、はい、じゃあですよ、はい、皆様にちょっとご協力いただきたいなと思いまして、うん、もしですね、年内にチャンネル登録者1000人いけば2名様にしましょう。じゃ、これも私が勝手に権限で。権限で、何の権限で。何の権限もないのに、私の権限で。あ、でもあれですね、年内にってことですね。年内にですね。あ、じゃあ年を越しちゃってから1000いったら、まあちょっと予算の切り替えがあるんです。あ、そのタイミングで。そうですね、はい、そうかそうか。一つはね、一つは、あ、ちょっとなんとか確保して2名様にプレゼントできたらなと思います。すごい、山根さんの独断で。もうそうですよ、ちょっとクリスマスとはいかないかもしれないですけど。いや、でもだいぶ豪華なクリスマスになりますよ。間に合えばですね。間に合えば、そうね。あと2週間ぐらい。いや、楽しみですね。楽しみですね。いや、これからもですね、もう最近もそうなんですけど、まあ、もともとちょうど1年前ですかね、うん、1月入ったぐらいからもうちょっと動画の方の力を、まあ、僕が入ったのもあってやっていこうということで、うん、ね、機材もだいぶ揃って、まあ、結構伸びましたね。そうですね、だいぶ高評価とかも増えてきて、いただけて、いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。だから来年はもっと楽しい動画の1年にできればなと思います、うん、そうですね、生き生きとした抱負の姿を、はい、で、まあ、僕らへのプレゼントってわけじゃないんですけど今回のプレゼント企画、なんと AirPods だけじゃありません。はい、まあ、これがですね、僕と坂東さんが欲しいものを視聴者にプレゼントします。逆プレゼントで欲しいものをプレゼントします。欲しいものを。じゃあ僕から発表していいですか、ね、はい、いいですよ。山根賞、これはですね、まあ、前回あのすごいぞ抱負秋の大イベントで、うんうん、あのワクワクはしごラリーっていうのをやりまして、うん、好評でしたね、はい、おかげさまで。その中の景品で、まあ、任天堂スイッチがあったわけなんですよ、はいはい、ちょっとゲームがやっぱりないと本体だけあっても仕方ないんで、うんうんうん、自分が欲しいゲームでかつみんなも欲しいだろうなって思うものを、大人気、はい、ポケットモンスターの新作ポケモンレジェンズアルセウスをですね、すごい、まあ、プレゼントしようかな。ハズレがない、はい、ポケモンは間違いない、まあ、めっちゃ面白いですかね。もう僕のこの年になってもまだまだ楽しめてるんで。そうですね、はい、まあ多いんじゃないですかね今は、うん、私たちの時白黒でしたね。
あ、懐かしいですね。もうやってましたけど、その世代から、ね、まあ、1月に発売になるんですよ。あ、本当にじゃあ新作ですね。いや、ガチの新作です。お、もう発売したらもうすぐ送ります。お、はい、まあまあ、でもこれもあの、もし3月とかに1000人に行ってしまったら、新作っては言えなくなるかもしれないですけど、ね、1000人行ったらやる企画ですから。うんうんうん。じゃあまあ続きまして、はい、坂東賞、私の方もですね、あのゲーム結構続いたので、ゲーム系とかが、まあ、ちょっとあの目とかがね疲れちゃうと大変かなと思いまして、あの、はい、アイウォーマーが今すごい欲しいなと思いまして、あのよくあるじゃないですか、使い捨てで目に当てて、あの小豆かなんかみたいなやつ。あ、そうそうです、はい、そうです。あれなんかすごい、いや、あれのすごい豪華バージョンで、はい、あのこうやってあの充電式なんですよ。はい、で、なんていうの、あのなんかあの VR ゴーグルみたいな感じ。あ、そう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 。で、それで充電式で、あの音楽とかも聴けたりとか。マジですか。すごい。すごいんですよ。もうそれが私は欲しい。結構お高いんじゃないですかね、それは。あ、ちょっとお高かったですね。ちょっと自分で調べて。あ、それ嬉しいですね。そうなんね、ゲームしてちょっと疲れたらそれちょっと休んで。まあでもゲームでは疲れないです。まあまあでも本当に やると目が悪くなるとか昔は言われてたんで、うんうん、まあ、今もやっぱりあのプログラムとかもやれますし、今僕とかも動画編集とか坂東さんもやるじゃないですか。そうですね。いや、そうなんですね。まあいいかもしれないですね。あのね、あのぜひね、このいろいろねストレス溜まってる人とかもそれでね癒してもらって、観光楽しんでもらってね。なるほど。はい。まあでも実際あれですか、あのプレゼントするんですけど、自分も欲しいんだったら欲しい、欲しい、方が。だからちょっとちょっと調べてるんですけど。ちょっとよかったらちょっと僕も買うんで言ってください。そうですね。はい。教えます。まあこんな感じで。ちょっと1000人いったらこのようなラインナップでプレゼントをさせていただこうかなと思っているんですけど、はい、まあ、あとこれだけじゃなくてですね、うんうん、もうちょっと細々としたものがいくつかですね、うんうん、出せるものあるかなっていうのに今ちょっと調査していって、はい、山口県の日本酒だったりとか、あ、いいですね、そういうのとかも出せたらなっていうので準備はしていってるので、結構な人数には当たるんじゃないかなと。まあでも1000人いったらですね。まあ1000人いたらですね。1000人いたらですね。まあまあこの動画でいくとは思ってないので、これからもまあ最近結構毎日動画出せてるので、はい、まあ、頑張って2人で頑張ってちょっとやっていきましょう。頑張って頑張って、はい、はい。じゃあこれからも引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。